2024年の金運の気になる部分を補い、玄関に置いておくだけで金運が高まるものもあります。運が上昇する金運上昇チャンネルのタービーです。タービーさんの書籍、寝るだけで運が良くなるお守りの法則が発売されました。書店購入キャンペーンでは2024年高見注目の神社都道府県別トップ3をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。お守りの法則を購入した方からお喜びの声をいただきました。先月、寝るだけで運が良くなるお守りの法則を購入し、祝運シールを寝室と玄関に貼って、白い恵みの森塩を玄関に継続して置いていたところ、仕事始めの日に職場から前年よりも商品の売り上げが 50% 増加し、臨時ボーナス5万円をいただき、さらに今後職場の規模が大きくなる計画が発表され、収入面でも増えていく話をいただきました。祝運シールを貼ることと、白い恵みの森塩のダブルのアクションは効果絶大ですね。これからも金アップアクションを楽しく頑張ります。とのことで、祝運シールとアラジオのコンボアクションをされていたんですね。臨時ボーナスに収入アップ、おめでとうございます。さて、金アクションというのは、暦を見たり、風水を意識したり、お掃除をこまめにしたり、お金と仲良くなったり、いろんなアクションがありますが、開運の土台と言われる玄関について今日はお伝えしていきたいと思います。お家は運気を貯めておく場所ということに加えて、住んでいる人はお家の気を吸収するので、お家の状態って気運にはとっても大事なんですね。お家にいい気が巡っていると、いい運気や神様がやってきますし、住んでいる人はいい運を浴びながら毎日生活をします。ですので、日々過ごしているだけで、だんだんと運が良くなっていくんです。反対に、お家に悪い気が溢れていると、不運を呼ぶ邪気が寄ってきたり、貧乏神や疫病神など、災難を招く神様がやってきますし、住んでいる人は悪い気を浴びながら生活をするので、日々過ごしているだけで、だんだん運が悪くなり、倫理出費や思わぬトラブル、不運などが起こるようになります。お家の木は運にとってとっても重要なんですね。お家の状態を整えていくことで金運や開運につながるんですが、今日はその中でも金運に関わる間取りの一つである玄関についてお話をしていきたいと思います。玄関は運の出入り口なので、いい気で溢れていると外からも臨時収入や引き寄せなどの幸運やご利益をもたらす神様がやってきてくれるんです。日々運気が上がるようになっていくんですね。玄関の金アップもたくさんあるんですが、玄関に置いておくだけで玄関が整い、いい気が溢れるようになったら、忙しくてアクションできない時や仕事で外出をしている時もどんどん運気アップをすることができます。そして置いておくといいものはどんな時にも運を高めてくれるものもありますが、その年の運気によって強力に働きかけるものもあります。2024年の運気と合わせて、今日は玄関に置くだけで金運が上がるものを紹介していきますね。まずはじめに、龍神様の下がり場を清める T 社の図から始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。玄関に置くだけで金運が上がるもの、お水です。これはなんでかというと、2024年の運気を8時で見ていくと、今年は水が一つも入らない年なんですね。水が一つもないということは、水に関するものが不足となり、手に入りにくい、スムーズに行きにくいということを表しています。水に関するものは何に当たるかと言いますと、財産、金運、お金などに当たります。2024年の運気はお金に関するものが欠けているんですね。今まで通りに暮らしているとお金の巡りが悪くなったり、入ってくるものが入ってくるタイミングで入らないとか、それに伴って支払いに間に合わなくてヒヤヒヤするとか遅延するということが起こりやすい運気になります。困った運気ですよね。これを回避してスムーズにお金が巡り循環するためには、水の気を補うことが大切なんですね。
水抜きを補って金運、財運、お金や財産のエネルギーを補うと機運もスムーズに上がり、収入アップや臨時収入につながっていきます。いい運気を呼び込む玄関にも水に関するものを置くことで水が流れるように機運が入ってくるようになります。水に関するものというのは何かなんですが、玄関に置くだけで機運が上がるもの、一つ目はビー玉です。ガラスでできているビー玉は五行では水に属します。飾ると綺麗に見えて自然に置くことも可能ですし、玄関に龍の置物がある場合は龍もお水が大好きで、そして丸いものが大好きなので近くにビー玉があると心が上がりとっても喜ばれます。ガラスの器にビー玉を入れておくのもいいですし、その中に一緒にお水を入れておくとさらに水の気が補うことができます。金魚を飼っている方だったら水槽を玄関に置くのはとってもいいですね。とはいえ金魚を飼う予定はないなという場合もあると思いますので、そんな時はガラスなどの器にビー玉とお水を入れて金運を呼び込むパワーを倍増したものを置いておくのもいいですね。お水だけを置いておくこともいいですよ。ただお水は何日もそのままにしていると邪気が寄ってきて金運を下げる貧乏神や疫病神を呼び込む原因になってしまいますので、お水はこまめに取り替えることが大切です。玄関に置いておくと機運が上がるもの、二つ目はお水に関する絵や写真です。絵や写真などの画像でも水の気を補うことができます。友人様がいらっしゃって波動が高い滝の写真や絶景のビーチなどの海の写真、それから泉などの写真もいいですね。金運パワースポットのシンガポールの富の泉もおすすめですし、波動が高いお水といえば神社の手水舎もおすすめです。お気に入りの神社の手水舎の画像は見るたびにテンションが上がっていいかもしれませんね。玄関に置くだけで金運が上がるもの、三つ目は森塩です。水の気が不足して金運の巡りが悪くなる2024年なんですが、五行では水に関する味は甘味といって塩辛い味になります。つまりお塩のことを指しているんですね。森塩はもともと外からの邪気をシャットアウトして、そして金運を集めてくれる金運アイテムなんですが、2024年はさらにお金に関する水抜きも補ってくれるスーパー金運アイテムなんです。玄関に森塩をすることはおすすめなんです。森塩の仕方や粗塩を使った浄化、粗塩を使った金アップアクションを紹介した塩完全版動画もありますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。2024年の金運の気になる部分を補い、玄関に置いておくだけで金運が高まるアイテムになりますので、いいなと思うアクションがあったらぜひ試してみてくださいね。今日の動画になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。またタカミーが全国を旅して出会ったパワースポットの粗塩白い恵みが発売されました。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それではその動画でお会いしましょう。